鍋嵐は丹沢山地東部、神奈川県愛工郡清川村にある標高817メートルの山である。丹沢山地の南東部にそびえる大山の約5キロメートル北側に位置する山で、周辺の山々と共に丹沢大山国定公園に指定されている。北方と南方からなる掃除法で、南方の方がわずかに標高が高い。 山頂部は樹林に覆われているため、展望はほとんどない。宮ヶ瀬湖の湖畔や大仙三部山の北にある、物見峠などから山頂へ至る薄い踏み跡があるが、一般登山道は整備されておらず、ルートファインディングが難しい熟練者向けのコースとなっている。鍋のつく山名は日本全国に見られ、同じ丹沢山地では表丹沢の鍋割山がある。これらの鍋がつく、 山の名称は、鍋に似た山体に由来することが多い。しかし、鍋嵐では、鍋形とは考えにくい山用を持つことから、鍋ではなく、山に自生する薬草の鍋割りが添加したことに、由来すると考えられている。現在の秋文社の地図では、鍋嵐の表記になっているが、かつて別の地図では鍋嵐と記されたものも存在した。かつて、山頂には、 カタカナで鍋ら嵐,嵐と書かれた手製の看板書きにくくりつけられていたが、現在は漢字で書かれたものにかけ替えられた。宮ヶ瀬湖畔より望む、紅葉の鍋嵐等の竹山町より望む、早朝の鍋嵐、宮ヶ瀬こと鍋嵐。ありがとうございます。